こんにちは、獣医師の稲垣です、今日はですね、ワンちゃんの薬浴についてお話ししていきたいと思います。今日はですね、ラブちゃんがまた薬浴に来てくれているんですけれども、ラブちゃんはね、かなり毛が生えてきて今すごくいい状態でね、一番最初から今のね経過を見てもらった方はわかると思うんですけれども、かなりね良くなりました。いい感じでね、毛生えてきましたね。でね、やっぱりベタベタがすごいんですね。こういう風にフケもすごい出ていて、こう触るとちょっとかなりオイリーな感じでですね、マラセチアのね独特の匂いがします。これね、顕微鏡で見るとマラセチアがすごい出ている状態で、最初はもっと赤くてね、ハゲハゲだったんですね。それが最初は週に1回ねシャンプーをして、でその後間隔をね開けて薬浴をしている感じになってるんですけど、それでもかなりね良くなってきているので、やっぱりねシャンプーはかなり大事ですよということで、病院でねやるシャンプーとご自宅でやるシャンプーはやっぱり仕上がりがかなり違うっていうことで、今日飼い主様にねご質問いただきまして、病院ではねやっぱりいろんな段階を踏んで綺麗にしていますので、病院でのシャンプーのやり方を今日はねお伝えしていけたらなと思っています。こういうねベタベタのフケがこう出ている時、もうベタベタですごいね油っぽい時は、このまんまね洗っても油がこうお湯を弾いてしまってなかなかこう浸透しなかったりするんですね。なのでまずは一回、当院ではこれはねホホバオイルなんですけども、このオイルを使って一回ねクレンジングって形で油汚れをね浮かしてですね、でその後下洗いシャンプーを使ってざっと油と、大きな汚れをね落としてから、その後にですねしっかり、マラセキュアっていうシャンプーを使って、マラセチアに対して治療していくっていう形になっています。でその後ですね、しっかりマラセキュアを使った後は、リンスを使って保湿をしてですねお帰りになるという形ですので、今日はそれをねやっていきたいと思います。頑張ろうね。それではですね、まずオイルをつけていきたいと思います。直接つけていきます。皮膚全体にねなじませるようにオイルをつけていきます。ほんとね、最初はハゲハゲでね、飼い主様も諦めてたんですけど、諦めずにね薬浴してみましょうっていうことでやり始めたらね、毛がやっぱり生えてきて喜んでもらえてますね。嬉しいですね。諦めずにねシャンプーをねしっかりすると改善していく子も多いので、諦めずにね頑張っていきましょう。偉いぞ、なでなで好きだもんな。こんな感じで全体的にこうクレンジングオイルをねなじませていったら、シワの間とかね結構かゆみがあるとことかベタつきがあるとこを重点的につけていったら、その後下洗いシャンプーでねこれから洗っていきます。このねつけたオイルごとやっぱり落とさないといけないので、下洗いでねしっかり洗ってこの油を落としていきます。では行きましょう。お湯でしっかり濡らして、その後ヘルスラボシャンプーをつけていきます。今回はね下洗いシャンプーにヘルスラボっていうのを使っていますけれども、保湿性の高いシャンプーでマイルドなシャンプーだったら何でも大丈夫です。しっかりね油が落ちるまで何回か洗うので、保湿性の高いシャンプーの方が何回か洗ってもね落としすぎるっていうことが少ないので、保湿系の高いシャンプーを使って、さっきつけたねオイルと浮かした汚れを落としていってます。うん、かわいいね、こっち見てんの。で触ってヌルヌルが取れるまで、触ってまだヌルヌルしてたらもうちょっと洗います。触るとまだオイル残ってるなっていう感じだったらもう一回下洗いをしていくっていう形で、何回かこれをね繰り返していきますからね。これでね下洗いが終わったんですけれども、こう触った時にこうスルスルとねヌルヌルしてない、ヌルヌルしてなければ OK ですね。割とこう触って毛がキュッキュッとしてれば、しっかり油取れてるので、それを目安にしてもらって下洗いを終わりにしてください。でこれからですね、このマラセキュアっていうのを使っていきます。
で、これは薬用量が決まってますので、体重に合わせてですね、この量を決めていくっていう形になります。でラグちゃんは 6.2 キロなので、5キロから10キロ未満のところ で15から25ミリっていうのが薬用量ですね。で、だいたい手のひらにこうジャーッと入れていただいてですね、500円玉ぐらいの水たまりがだいたい5ミリリットルっていう風に病院では言ってるんですけども、これを15から25ミリなので、これを3回から5回使って、一番皮膚の悪いところからつけていきます。ラブちゃんの場合は今顎の下かお腹のところかな、顎のこの辺がちょっと今赤いので、この辺りにつけていく、こういう風に塗り薬を塗るみたいな感じでね、直接薬用濃度がね下がってしまうので、原液のまま塗りつけていきます。悪いところから塗っていきましょう。こんな感じでやっていきます。で、10分泡にしたら置いていくっていう形ですね。待ってね。よし、これでですね、マラセキュアが終わって、こう触ってキュキュッと、ヌルヌルもしてないっていうことを確認してですね、最後にしっかり保湿をしていきます。病院ではね、このリンスを使っています。天然酵素配合っていうことでね、これすごくいい匂いでね、めちゃくちゃしっとりするので、うちではこれを使ってますですね。使い方が書いてあるんですけれども、シャンプーの後に、適量のリンスをね、直接ね、体全体に広げてマッサージしながら、皮膚と紐にしっかり行き渡らせますということで、これもね、薄めず直接つけていきますよ。こんな感じでつけていきます。あ、いい匂い。ちょっと甘い匂いだよね。そうですね、だいぶ甘っ、ね、ラブさんの薬浴が終わりました。よかったね。こんな感じでね、ツヤツヤになりましたね。サラサラ、ベタつきも全然ないです。ツヤツヤのね、サラサラになりました。いいね、ふわふわ、よかったね。よかったね。うん、こんな感じでね、今の感じだとね、やっぱり週2回ぐらい薬浴が必要になってくるんですけども、もうちょっとね、良くなってきたら週に1回とか、2週間に1回とか、1ヶ月に1回とかっていう風になっていけたらいいかなと思います。なのでね、ラブちゃん頑張って薬浴ねしていきましょう。例えばね、病院では2週間に1回やって、ご自宅で、それ以外の薬浴をやるっていうやり方もねありますので、皆さんのね、ご予定に合わせた薬浴をねやっていけたらと思ってます。ラブちゃん、お疲れ様でした。あ、かわいい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 、お疲れ様。